はい今回は困難除染支援法の基本方針案に年齢や国籍を問わない、まあ、こちらのニュースですねこちらについて調べて、えー、お伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたします、まあ、この件もですねちょっと注目されておりこちらの件ですね、えー、まあ、暇らあかねさんも、えー、おっしゃってるんですよあのこの有識者会議にですね法案の、まあ、2党夢のがいたっていうようなことで,で暇らさんも思ってるんで これあの一言ではっきり言うと、まあ、ただただあの違和感しかないんですよ。でこの困難女性支援法とかってまあ例えば言うとですねまあ、思われることっていうのがまあい,いろいろあるんですけどまあ、ちょっとニュースが長いんですけど、まあ、そちらをまあああのまあ引用してで単純にあの日本日本国籍の例えば男性がね 全くこうなんていうかな弾かれているとかそういったことであったりまあ本当にもう利権の温床なんだろうなっていうそういったことをちょっと調べて思いましたのでまあ明らかにこれおかしいなってこんなものがもうあのね通るとかっていうことであればもう日本国民まあ男性女性関係なく日本国民にとって厳しいとえまあ思うっていうそういった話なんですよ。ちょっとあの ま、ニュース記事が <laughs>、ま、長いんですけど、ま、そちらを、えーまあ、あ要約して、えーまあ、気になるところということで考えていきます。まあ、こういった、まあ、ニュースの内容なんですね2022年5月に成立した困難な問題を抱える女性の支援に関する法律、えー、こちらの基本法案の原案が、えー、1月20日に判明したとでここですね、えー、同法の支援対象者について 年齢、障害の有無、国籍等を問わないと明記したっておかしいじゃないですか、これ。困難支援困難女性支援法っていうからね、当然、まあ、あのまあああの日本の、えー、まあ女,女性かと思うきや、この国籍を国籍等を問わないっていう、ここにあのとても、えーまあ、ネットとかで、えー、炎上してるんですよ。な,なんだっていうね。えー、で、まあ、まあ、年齢をと問,、まあ、問わないということで、子ども、高齢者、障害のある、えー、女性も、 まあ、一律の支援対象にななるということなんですよでこの、えー、有識者会議の座長が甲、まあ、会の民営っていうんですかね、えーまあ、この人、まあ、この人っていうのは政治色が強いって言われてるんですけどこの人だったとでこの法案に関して、えー、厚労省に対してパブリックコメント意見募集を、まあ、開始してるっていうことなんでまあまあこれ何でしょうもうはっきり言って、えーうん、おかしいとしか思わないんですけどね。 でこのパブリックコメントは2月18日まで受け付けるが3月中に告示すると、で基本方針を踏まえ都道府県にはあ施策のお、まあ、実施計画を作る義務が市町村には努力義務があるという、まあ、この義務ということも、ねえーまあ、謎なんですけどで、まあ、この法,法案というのはこの倍丸のお、まあ、ものとか、まあ、そういったことからあー、まあ、何だろう まあ改心したとかそういったものとかって言ってますけどまあもうはっきり言ってねその最初のところであのリスナー様にお伝えしましたけどまあ、意味がわからないんでこうやって意味がわからないものを、えーまあ、そ,その後つらつらつらあ、まあ、つら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 書いてあるんですよ。でまあ <coughs> まあそのな,なんでしょうねまそ、あ、その、まあその途中にありますけど病気とか障害のある女性の生活を取り戻すって言った、まあ、ことって言ってまあ、そういうねまあ、一見するといいような、まあ、それはそれでいいんでしょうけどまあっていうこともあるで当然、えー、まあ、なんだろう、うん、全てが悪いことではないんでしょうけど明らかに、えー、疑問であると、まあ、このだから女性に対して、えー、まあ、困難な女性に対して支援しますとかっていうねでこのなんか難しいんですけど他方 た施策とかっていう優先原則もありって他のこのほ法案法律よりもこれを優先するっていうことみたいなんですけどまあ何なのかなとかってまあちょっと疑問があるとでまあこの困難女性支援法とかって言ってるんですけどこれがまあおかしいと思うのは僕も思うんですけど国籍を問わないっていうことなんですねえこれあの日本国籍日本あの国民の女性、えー、なんじゃないのってまあ <laughs> まあなんだろう、まあ、日本国民の女性もそうなんでしょうけど、もうその表現がね国籍を問わないって、もうここに本当に大きな炎上だと思うんですよ。であるいは外国人女性を優先すると、えー、とも取れるんですよ。これいろいろ考えるとね例えばあの外国人の女性が日本に来たらね、えー、困難であるっていうようなことで、えー、そういった女性をお、まあ、支援するということで,、うん、でそのお金っていうのは公金、税金を使うんですよね。でこれ あのよくその差別だとかっていう話になるんですがここにこれ差別があるんですよあの困難女性支援法って言って、えー、日本と外国の方もいいっていうわけじゃないですかえじゃああの日本国籍の男性はどうなるんですかっていう話なんですよ日本国籍の男性だって厳しい人いるじゃないですかこん だから困難女性支援法っていうのがあるんだったら別に困難男性支援法っていうのがあってもおかしくないんですよ。だって別に男性だってそんなね、えー、楽な人ばっかりじゃないですから、うん。ねえー、大変な人いるじゃないですか。まあ、僕もね、えーまあ、大変ですけどで、リスナー様で大変な方もいらっしゃると思いますけど、ねそういうの、女性ってだからそういったところでも差別をしてるわけですよ。今の日本においては男性も女性も、 あの経済的に困窮してる人がまあ多いんですよ。で、これっていうのはもうはっきり言って。 この困難女性支援法って言ってますけど、これのあの有識者会議にまあ、2と夢野がいたということが分かってるんですね。だから、この有識者会議でおそらくこの2と夢野とか、まあそういったまままあ、うんまあ、なんでしょうね、えー、その、まあ、利権あるいは公金とかそういったものにありつくようなためにいろんなことを便宜を図られていたと、まあ、そういうふうに、まあ、僕はあの解釈しております。でよくあののこういったものに関してまあ まあ言われることなんですが、まあ、女性が何とかとかね、えー、例えばあのそのそ差別が何とかとか、まあ、貧困が何とかとかね、えー、まあ、そ,のそういったまあ 耳障りのいい言葉をま言うんですが、それっていうのはもう全く多分違うところに意味があると考えられるんですよ。女性がなんとか、女性が困ってる。いやいや、男性も困ってるから、普通にね。わけわかんないじゃないですか。で、その、国籍を止まらないって言われて、国籍があると差別がとかって言うんですけど、いやいやあの、日本国内で困ってる男性がいるから。日本国内の男性、女性を、あのね、日本国民を、そういう、なんていうのかな、えー ある程度の状態まで満たされてからそれから、ね、別にその外国の人にそういうのを施すんだらいいと思いますけど、ね、順番が違うじゃないですか。日本国民の、えーね、男性が例えば貧困化していても,も,うもう外国の女性を優先するっていう。だからこれっていうのはもう僕は思ってることでちょっとなんとかうまく言えないんですけどこういったものを語ることによってです、ね、女性がとか差別がとか貧困がとかそれ何とかがとかっていうことによって別の目的例えば利権とか、うん、そういったものだと思うんです この弱者とかね弱者なんとかビジネスとかって言いますけど意味が全く違うと思います。で、えー、またこの困難女性支援法っていうのの謎なんですがあのこんなね、えー、本当に日本国の日本国民日本の男性が困るようなものに関して えー、政治家がですね、えー、この法案、うん、全員一致したらしいんですよ、訳わ,わかんないじゃないですかえ、だから日本国民の男性はどうなるのっていう、日本国民の男性も困難ですけどって、うんでその、国籍を問わないっていう部分にも政治家が全員一致したっていうことなんで、えここからもあのわかることがあるんですが、全員、売国度ですね。 普通あの、反対しますから、反対する人がいると思うんですよ。ただ、政治家っていうのもね、えーそのまあ、自分の、まあ、利益とか、えーまあ、利権とか、そういうのを、ねえー、考えていたりとか、まあ、他には何を考えているか知りませんけど、少なからず国民のことをあの考えているとは思えない。国民のことを考えているんであれば、言、えー、うことが違うと思います。だから、さ例えばその、ねえー、<laughs> 有識者会議とか知りませんけど、まあ、ニート・ヨメロとか、そういった、まあ、特定の,、まあその団体ですね、NPO とか、そういったものだと思いますけど、そういったところと、 まあ裏側でつながっており、まあ、利権であとその自分たちに有利に図、えー、らうそういったことだけを考えている。 と考えられますだから、この困難女性支援法っていうのは表向きにはね困ってる女性に対してなんたらかんたらって言ってますけど、ね、裏の目的、別の意味があると思うんですよ。政治家とかこの有識者会議にいる人間たちの金儲け、利権、そういったものであると考えられます。だからこういうのっていうのは僕たち日本国民にとってと,とても厳しい方向へ進むんですよ。その女性にしてもね、特,特に今回男性にしてもね、うん、困難な男性が支援されないわけじゃないですか。うん で、えー、このね、えー、今っていうのはもう大きく注目されてますがまあ暇空あかねさんがまあこの「二刀夢」のコラボとですね、えー、まあいろんなことを調べて追求されてるんですがこのおなんていうのかなあ困難女性支援法の あの元の案がなったときに、えー、もうすでにこのひまそらかねさんこれをこのことを分かっていらしたらし,らしく、えー、いろんなことをコメントされてるんですよ。だからつまりこれっていうのは良くないってことなんですよ。ダメだ、本気でた止めないとダメだとかってね、えー、言ったりとか。まあの 自分の団体とま文分を推薦してるとか、そまるまる被害の問題を明記しろとか、国は予算をつけるとかね、全国に同じ仕組みを作れとかね、これ予算がないって、例えばその外国人にどん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 お金を流していくともと取れるんですよ。でこのなんだろう女性が あの自立を目的、えー、ではないとずっと支援とかそういうことを言ってるっていうのもおかしいとかね、うん、かそ,のそういったことを言ったりとかあの自立支援とかっていうことで補助金を渡すとかそういったこととか、まあ、このいろんな団体を。 自分のところに、ねえー、まあその儲かるそんな仕組みを作りたいとか、まあ本当にこれってうのはマジであのやばいっていうことを今更アカネさんはおっしゃってるんですよ。この多分案が出た時からね、うん。だからこれっていうのは僕たち日本国民にとって非常に厳しい状況になるんですよ。だってその国籍を問わないっていう外国人の方を優遇するからね。だから本来あるべき形としては困難女性、 支援法ななんかではなくね、えー、ここあの日本国民の困難な男性も女性も支援するってそれでいいんですよ。で、それである程度ね、日本国民の男性も女性も、えー、ま、まあ、満たされるようになって、そこから初めて別にあの外国の人に、えー、まあ、支援すればいいんじゃない,ないかって話ですが、日本国民のだ例えば男性も女性も大変な思いしてる中で女性だけを支援する、そのね、じゃ男性どうすんのって話じゃないですか。で、えー さらに国籍を問わないということで、今度外国人女性を支援するって、全く意味が分からないですからね。うん、でこの件というのが今ちょっと注目されていて、かなりこの、おなんていうのかな、この <coughs> 国籍を問わないというところに、やっぱり多くの人が疑問を持つということなんで、まあ、僕もあの思いますし、まあ、ちょっと調べて、まあ、思うところということで、ちょっとお伝えさせていただきました。まあ、本当にね、えー、僕たちにとって厳しいことしかないんじゃないかと思う、まあ、そういったことなんで、まあ、リスナー様の何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば、何より。 ですということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします